はい。はい。少量チャンネルです。あのですね、今回はですね、はい、ちょっといつもと動画がちょっと違うんですけど、うん。本当？違う。違う感じだと思うんだけど、今日ですね、はい、ワクチン接種の2回目になります。ね、はい。というわけで、ちょっとさ、はい、2回目ってやっぱ1回目に比べてしんどいとか、ね、高熱が出るとかね、いろいろあって、うん、正直自分たちも怖いじゃない、うん、ちょっとドキドキはしている。いろんな情報があるから、うん、さ、そういう思いなんだけど、うん、まだ2回目打ってない人も多分中にはいると思うから、うん、まあ参考になるかは分かんないけど、そういうものをお届けできたらいいかなと思って撮りましたね。はい。なんかいろんな話を聞いてるからさ、うん、いろんなものを準備してるよね、もうね。そうだね、うん、まあまずそのまあどうなるかわかんないので、今日の夜とか分の食材とか薬、あ、そう、解熱剤とかね、解熱剤、熱さましいとポカリとか、うん、そういうのは買ってあります、うん、で僕ら普段は1日1食しか食べないんですけど、うん、今日は昼食べましたね。それで体調悪くなったもんね。そうなのでちょっとそこはそんな感じです、うん、ちょっとね心配しすぎなところもね正直あるかなと思うんだけど、うん、まあ、幼児に越したことはないから。そうだね、まあね、2回目もう打った人で私たちはそんなことなかったよってね、熱もそんな出なかったしっていう方も中にはいると思うんですけど、うん、まあ一応念のため、はい、うん、じゃあこの後ね、そう、あともう1時間くらいしたら、はぁ、あ、やだな、もう1時間後には打ち終わってるよね多分。そうだね、やだな、やだ、熱出なければいいな、ね、まあね、うん、はい、じゃあとりあえず、はい、はい、じゃあまた後で。はい、というわけで今打ってから30分ぐらいかな。え、30分くらい。まあまだ何もないんですけど、なんかその人によって接種後に薬をすぐ飲むべきか、それとも熱とかが出始めたら飲むべきかっていうのが結構分かれてて、どっちを信じたらいいのか正直分かんないんですけど、僕らはまあ熱とか出たら飲むようにしようかなと思います。そういうのもちょっとね、いろいろ情報が混じりすぎててもうよくわかんないんだけど、まあもう自分を信じるしかないなって思ってます。はい、痛い、痛いの？うん、若干腕が、腕、嘘、え、大丈夫？うん、大丈夫。今のところ、うん、平気、やること終わった、ルンルン、お疲れ様でーす、はい、お疲れ様でーす。今の今までこのソファーしか映ってないからさ、そろそろちょっと変えたいなご飯いつにするの？そろそろ作ろうかな。ほんと、お願いしまーす。で、今何中？お米炊いてる。蒸らし？まあまあいろいろ炊飯器してたんだよね、壊れてた、もう壊れてたもんね、うん、すごい、鍋で炊くの初めて見るかも。美味しいと思うけどね、鍋で炊くと、うん、うん、今日は鍋食べよ、いただきます、いただきます、美味しそう。肉まだな、肉もいいと思う、うん、うん、美味しい。つくねも下に貼るし、うん、どこかな、あ、あったあった、うん、どう、うん、腕はどう？腕ね、ちょこっと痛くなってきたかな、ほんと、うん、痛いっていうか、なんかほら、あの凝ってる感じ、あはは、うん、でもね、体調とかは今のところ全然大丈夫だから、まだ薬とかはね、飲んでないね、これからかもね、うん、不安ですよ、うん、ほんと何もなければいい。でも忘れた頃にさ、うん、熱が上がったりするかもしれないし、ね、うん、はい、ですね、今がワクチン打って9時間、そうね、うん、5です、はい、まあ寝ようと思うんですけど、うん、僕はまだ編集をしときます、うん、あなたは寝てください。お風呂寝ようかな。うん、暗くしようか、ね、今のとこ何もないかな。そうだね、今のとこ何もなくて、うん、って感じかな。よかったよかった、うん、ではおやすみなさーい。おやすみなさい。おはようございます。1日経った、もうすぐ12時から、まあ、21時間くらいあったんですけど、はい、僕朝方の5時くらいに
全身が痛くて頭も痛くて、で熱っぽさはなかったんだけど薬を飲みました。で薬飲んだらだいぶ収まったから、そのまままた二度寝みたいな感じで寝たんだけど、今またすごい全身痛くて、ちょっと今熱が上がってきてる気がする。そんな感じです。俺は特にまあ腰が痛いなぐらいですね。やっぱほんと人によってなんか出方が違うんだね。うん、わかんない、これから来るかもしれない。ちょっと熱だけ測って、じゃあもう一回薬飲んどこうかな。うん、いろんなところが痛い、全身。ああ、高いね、37.7。うん、うん、ゆっくり休んでください。暑い？うん、うん、ちょっとね、寒い。あ、寒いか、うん、じゃあもうちょっと横になってたいと思います。よいしょ。まだ食べたいものある？食べたいもの？昨日の残りの鍋のスープでラーメン。今後で今食べれる。食べたいよ。食べたい、あったかいの食べたい。ね、作ってくれんの？作んないよ。なんでやねん。はい、癒しのご飯タイムね。おいしそう。いただきます。いただきます。あ、どう？おいしい。ほんと？うん。昨日の残りにさ、ラーメン入れただけだけど。うん。うん、おいしい。このスープの、うまい。もっと正解だったね。うん。うん。あ、体調は？うん。やっぱね、薬飲んだからね、もうだいぶ、いい感じ。よかった、よかった。やっぱ関節とかがめちゃくちゃ痛かったんだよね。あ、ほんと。うん、あと頭痛で鎮痛剤っていうのかな。うん、これを飲んだらもう今はもうめっちゃ元気。いつまでなるんだろうねこれ。でももうこのまま落ち着くような気もするんだけど。え、じゃあ僕はノーダメージでいいですか？ノーダメージか今日の夜死ぬか。いや、ノーダメージではないんですよ。うん、うん、腰がね痛いって言ってるもんね。ただなんか、うん、なんかそんなことじゃないって言われるかもしれないけど、その副反応に絶対負けるもんかっていう気持ちではいる。うん、メンタル的なことでね。そうだっていうのもあるかもしれない。うん、絶対それも大事かもね。うん、だって人によってはさ、仕事休めなくてさ、薬飲んで仕事みたいな人もいるじゃん。うん、この野郎ぐらいで思ってるからね。うん、っていうのもあんのかもしれない。そうかも。俺これ思ったより飲みやすかったんだよな、うん、なんかイメージですごい飲みにくいっていうイメージだったから、うん、ちょっとしょっぱいポカリスエットって感じ。うん、俺は嫌いじゃなかった。このまま食べようかなと、うん、思います。もう食べてばっかりよ。そうだね。でもまあ食欲はあるからいいかな。うん、いやまたさ熱が上がってきちゃってさ、冷えピタ貼ってみた。大変だな。めっちゃ気持ちいいね、冷えピタってね。これは熱はないです、うん、ずっとね。嫌じゃない、今日の夜とか来たらさ。いや、もう絶対負けない。ほんと？あ、次よ。あ、うん、明日はね、俺も朝から仕事に行かないといけないから大変だな。ご飯食べたらまた、うん、薬飲んで、うん、早めに寝よう。うん、熱ね、なんかその熱上がる人と熱出ない人の差がよくわかんないな。なんだろうね、体質なのかな。でもみんな熱出るとか体調悪くなるって聞くけど、うん、自分がわかんないわちょっと。うん、まあほぼ平気。うん、よかったよね。まあそうだね、よかったわよ、うん、二人ともこれでさ、うん、そうだね。死んでた。うん、今日は全部翔ちゃんがご飯作ってくれた。そんなことないじゃん。そんなことないよ。頼れるわ、うちの旦那。なんかこんなに、まあ腰とか痛いなと思うけど、こんなに何もなかったのは逆に、なんかちゃんと打ててんのかなとか思っちゃうよね。逆にね。うん。抗体がしっかりできてんのかなっていう、本当に体質とか、そういうのだと思う。でも、結構体調悪い日は多いんだけど。普段から？普段から。うん。普段からというか気圧とかで。うん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 。それがあれなんかな、わかんないわ。本当に。慣れてるのもあるのかな。はい。この動画は、うん、いつまで撮るの？明日？明日の朝まで。うんうん、
そうね、明日の朝元気になってたらいいよね。いいね。うん。ね、そしたら今日はご飯を食べて、俺は薬飲んで、うん、早めに寝たいと思います。はい。終了。大丈夫か？熱上がってきたね。ついに翔ちゃんも。遅れてやってきた。遅れてやってきたね。うん。いや、大丈夫だよ。大丈夫？薬飲んだ？飲んだ飲んだよ。はぁ、あ。これで今分かったのが、うん、最初の1日目は平気だけど2日目はもしかしたら大変っていうことの症状で、うん、確かになんか1日2日後筋肉に来る人もいるってね、2日目に来る人もいるとか言ってたからね。体は？ん？体、体は平気。まあまあ関節とか痛くない？まあまあ、これは薬飲んだらだいぶ落ち着いたけど。あんた？うん、熱はまだ下がんないけど。困ったもんだ。なんかここら辺のなんかね、神経なのかな、ここはなんか急にピキって痛くなるんだよね。今あの地震が、ね、大きい地震あったね。起きてガラスが割れたわけじゃないけど気をつけなきゃ。うん、23区でも5強なんだ。うん、火の元の確認もなさってください。火の元の確認もなさってください。大丈夫かな。映像は埼玉市の今の様子です。はい、おはようございます。2日目の朝です。僕はですね、もうすっかり熱も下がりました。で、体中の痛かったところももう痛くなくなったので、すっかり良くなって良かったなって思いますが、ちょっと今ね、まだ寝てますのでゆっくり寝させておきたいと思います。僕はこれから仕事に行ってきます。ひょうにょう。はい、というわけで今回はですね、ワクチン2回目の僕らの打った後の生活をお届けしました。僕はですね、ちょっと今若干頭痛いけど37度を超えることはなかった。だから僕みたいな感じな人もいるかなっていうのは思います。うん、まあでもなんかちょっとでもこの動画が参考になっていただけたらいいなと思います。じゃあ次回もまた会いましょう。よろしくお願いします。バイバイ。